はい、それでは、メールチンプの基本操作ということで、今回は、デプリケート複製のやり方について解説をいたします。はい。で、まあ、この複製なんですが、まあ、一度配信したメルマガ、ステップメールを、まあ、複製して再利用したりとか、一度作成したリストですね。そちらをまた同じ設定内容で複製して、また使うということができますので、まあ、この方法を覚えておくと、メール配信などが大変効率的にできますのでご紹介します。ではまずリストの方から解説をします。で、この複製したいリストですね。まあ、このように一覧となってリストが表示されるかと思うんですが、まあ、複製したいものを選んでいただいて、こちらをクリックしてください。で、続いてこのレプリケートリスト、こちらをクリック。で、リストの名前を任意のものに変更していただいて、こちらのレプリケートをクリックしてください。なので、一度作成したもので全く同じ設定内容で作成したい場合は、こちらを利用してください。で、あとはこちらに再度メールアドレスをインポートしていただくと利用することができます。はい、で続いてメールマガとステップメールの方ですね。でこれ一度配信したものがこちらになるんですが、こちらをレプリケートですね、していただいて再度配信することができます。まあ、設定内容は、元となったものの一緒ですので、まあ、こちらで一度配信したメルマガを、まあ、再利用していただいて、あとは内容だけ変えていただく、タイトルと内容ですね、を変えていただいて、あとはこの管理画面上で見る名前ですね、こちらを、まあ、配信日にしていただいて、あとはまあ、スケジュールで予約投稿していただくか、そのまま配信していただくという使い方になります。あとは、まあ、ステップメールも同様ですね。こういった形でステップメールがあるとして、これもレプリケートすることで再利用することができます。こういった形で、また内容が。また同じく編集して配信することができます。なので、このレプリケート、複製の方法を覚えていただいて、どの普段のメルマガ配信とかに活用してみてください。で、またこの同じ内容をまた違う人に送りたいという場合でも、このレプリケートで、まあ、出し先だけ変えていただければ、再び配信できますので、そちらで活用してみてください。はい、今回のこの動画は以上になります。